はい、今日は以前動画でも言っていたこの場所をちょっともうちょっとすっきりするように収納の見直しをしたいと思います。収納の見直しというか、棚の位置を動かしたいと思っています。こんな感じなんですけど、ここの4つの棚スペースが一応何か物は置いてるんですけど、潜り込んで取らないといけなかったり、テーブルの足とかがあって、物の出し入れがしにくかったりっていう状態なんです。でこっち端に立てるものをまとめて置いてるんですけれども、ちょっとこれを左に入れてこの棚を右に寄せたいと思っています。そうすると、全部は無理なんですけども、ここの2つの棚は使えるようになるかなと思っています。じゃあやっていきます。この電気もちょっとおかしなところにつけちゃったっていうか、私右利きなので右から照明当てると手元が影になっちゃうので、なんで右側につけたんだろうっていうのを思ってます。これも移動させようかな。動かないか。よいしょ。入った。この辺のものはよく使うから、ちょっとだけこれがアイロン台とかが入るスペースは右端に残しておきたい。コルクを天井と棚の上に挟んで、地震の時とかにバターンと倒れないように、なんかつっかえ棒みたいな防災用品って言ってると思うんですけど、それの代わりです。全然無理。
とりあえず棚を移動して結局全部出しました。どこに何を入れたら便利かって考えながら、後で入れていこうと思うんですけど、もうお昼になるのでご飯の準備しようと思います。いただきまーす。トマトとかあったら彩りも良かったんでしょうが、食べますよ。すっごい食べにくい、入れすぎなんだと思います。フムス久しぶりに作ったんですけど、やっぱり美味しい。ちょっとカロリー高めな材料が
支出が高くなっちゃうかなって思うんですけど、まあでも美味しいですよこれは。オイル使わずに作る人もいますね。タヒにごまペーストをだけ使って、オリーブオイル使わないっていう人もいるかなと思います。前に動画で、やらなきゃなと思っているけどやってないできてないものリストみたいな発表した時に、これ入れ忘れてたんですけど、実はこれもすごく気になっていたものです。これアクセサリーと、まあ、ちょっと一番上薬とかも入ってるんですけど、入れているケースです。すごくくるくるっと回して全部開くっていう便利なケースなんですけど、これ1個だけちょっとアクセサリーを入れるとしては困ったことがあって、この遠心力で外に振られるだから中に出てるアクセサリーが1箇所にブシャブシャって固まってしまうんですよね。それがすごく気になっていたので、ちょっと仕切りを作りたいって、もうなんかそれこそ3年ぐらい前から思っていまして、それがようやく昨日かなできました。ホームセンターで細長い木材を買ってきて、切って、もう切ってっていうかちょっとカッターで傷をつけてパキって折る感じでいけたんですけど、すごくすっきりしました。もっと早くやっとけばよかったっていう感じです。なので気になっていたことを一つできました。すっきりしてます。お昼ご飯食べたので、さっきの続きをしていこうと思います。結構こうやって全部引っ張り出したここからが結構気持ちがなんていうか進まなくなっちゃうんですよね。めんどくさいみたいになっちゃうので、これ終わらせたらティータイムということで、それ終わるまではコーヒー飲めないぞっていうことで頑張ろうと思います。
なんか収めようとしてみたんですけれども、もともと収まっていたものまだ収まらないみたいなのがちょっとちらほらあるので、数日使いつつ、調整していこうかなと思います。今ちょっともう疲れてきて、どこに何を置いたらいいかとか思いつかなくなっているので、一旦リセットということで、今日はここまででお茶の時間にしたいと思います。でもまあまあまあ、なんとか動き回れるスペースはできたので、今日のところはよしとします。自分に優しくそれではまた、ありがとうございました。またねー。